注意報でも甘く見るな。津波警報であれば多くの人が危機感を持って避難行動に結びつくであろうが、津波注意報の場合はつい甘く見がちになってしまう。予想される津波の高さが20センチから1メートルまでならば津波注意報の対象だが、仮に50センチの津波が海水浴場などを襲えば、小さな子どもはもちろん大人でも流される可能性がある。また津波は局所的に異常な流れを生じる上、押し寄せる時の流速も大きいから大変危険な状態になる。注意報だからといって軽視していると思いがけない被害に遭う可能性のあることをよく認識しておこう。